オリオン大星雲と馬頭星雲が一緒に入りそうですね。はい。こんな画角で撮れると。いうことですね。すごいね、これ。この画角で撮れるって、なかなか普通の天体望遠鏡じゃないよね。こんにちは、スミヤです。今日は、ドワークスのね、スケジュール機能と、 製図機能について見ていきたいと思います。すでにね、製図も日本語化されてるんですね。シースターもまだね、製図は、スカイアトラスは日本語化されてないのに、ドワーフ3はすでにね、日本語表記でオリオン大星雲とか、バト頭星雲とか、そういう表記がね、出てくるのが一歩進んだところですね。それじゃあちょっとね、 立ち上げて見ていきましょうか。はい。星図プレアデス星団。あ、海の中にありますね。<laughs> はい。プレアデス星団って書いてありますね。さすがにスバルとは書いてないね。はい。それから、ハチノス星団。カニザってちゃんと出てきましたね。 星座名もちゃんと日本語表記になってますよ。それから、アンドロメダ。アンドロメダ銀河はね、アンドロメダ星雲になってますね。まあ、最近はあの、アンドロメダ銀河という言い方が一般的になってきましたが、はい。それから、三角座銀河。これもね、ちゃんと表記されてます。それで、これを上にするとね、 詳しい情報が出てきますね。それから、バックル。M35 バックル星団。よくわかんないな <laughs>。どこにあるんだ、これ。バックル星団。海の中だね。はい。 螺旋星団。うん。螺旋星団ね。はい。こんな感じで出てきます。もちろん NGC とかね。そういう天体のナンバリングももちろん出てくるんですけどね。はい。それから、カルフォルニア星雲が出てきましたね。それから、ハート星雲、ソウル星雲も出てますね。はい。 M67、メシエって書いてあるね、これ。あ、カニザの近くだ。はい。オリオン大星雲はね、ちゃんと大星雲になってますね。はい。なかなかいい感じで出てますね。あ、オリオン大星雲の上に、 単車星団って出てますね。石炭車星団じゃないんだ。はい。はい。パックマン星雲は、パックマン星雲でした。ちょっとさっきのオリオン大星雲に戻ろうか。はい。え、そして、フレーミング機能で、 横に広げると、うん。オリオン大、ちょっと縦も広げようか。うん。オリオン大星雲と、馬頭星雲が一緒に入りそうですね。はい。こんな画角で撮れると。いうことですね。すごいね、これ。この画角で撮れるって、なかなか普通の天体望遠鏡じゃないよね。はい。まあもちろんね。 一眼レフカメラでレンズを交換すればこの画角で撮れなくはないですがスマート望遠鏡でここまで広く撮るっていうのはねちょっとありえない感じですよねはいちょっと大きくしてみようかちょっと邪魔なんで消しとこう はい。罵倒星雲ってちゃんと出てきましたね。はい。罵倒星雲って出てますよ。ちゃんと丸で囲んでくれるんだね。はい。これは楕円ですけどね。それから、燃える気はどうなってんだあ、炎星雲ってなってますね。<laughs> 炎星雲って出てきたよ。はい。なるほど。 燃える気じゃないんだ。そうね。英語名がフレームネビュラだったので、炎星雲って訳されてるんですかね。多分ね、中国語でも同じなのかもしれませんね。中国語でも炎星雲かもしれません。はい。ボーでの銀河。あ ちゃんと棒での銀河は棒での銀河。はい。えー、あ、すごいよ。葉巻銀河じゃなくてシガー銀河ですよ。はい。それから、花冠銀河。花輪銀河が花冠銀河になってますね。はい。なかなか、ネーミングがまだまだね、えー、日本で実際に使われている名前とちょっと違うような感じもしますが。 うん、なかなかこのネーミングが <laughs> どう違うのかっていうのもね、見どころかもしれませんね。はい。えー、それから、えっ、ー、と、予約撮影のところを見ていきましょうか。はい。昨日ね、バラ星雲と、何を撮ったんだっけスケジュール完了になってますね。はい。えー、バラ星雲と蜂の姿ダンを撮りました。はい。 バラセーンはね、23時7分から1時37分まで撮ってました。はい。シャッター15秒、ゲイン60、フィルターデュアルバンドになってますね。はい。それから、蜂の姿ダンは1時57分から4時47分まで撮ってました。これはね、シャッター15秒、ゲイン60で、フィルターは天文用フィルター。 になってますねそれでね、プラスをして、おすすめのターゲットを追加って押すとですね、何を入れるかちゃんと出てくれるんですね。で、今日の目標になる天体は、プレアデス星団、ハチノス星団、アンドロメダ星雲、三角座銀河、バックル星団、螺旋星団、カリフォルニア星団、ハート星雲、ソウル星雲、M67、 オリオン大星雲、パックマン星雲、ペルセウスが2つあるな。はい。ボーデの銀河、バラ星雲、クラゲ星雲、シガー星雲。いくつ出てくんだ、これ。いっぱい出てくるね。無限にあるね、これ。 いや、これはすごいよ。はい。ちょっとキャンセルしとこう。あ、罵倒星雲だったの。炎星雲にしよう。はい。えー、それでね、星雲によって、デュアルバンドパスフィルターを使った方がいいのか、天文用フィルターを使った方がいいのかっていうのをね、自動で判断してくれるようですね。炎星雲、燃える気性運はデュアルバンドで。 なってます、ね、はいこれぐらいにしとこうかはい同期あホストデバイスがありません OK <laughs> ケー。あ、繋がってないのかなはいまあこんな感じでねデュアルバンドパスフィルターで撮るかアストロフィルターで撮るか それとも、可視光フィルターで撮るかは、それぞれね、星雲によって一応決まってるようです。主な星雲はね、代表的なものは、あの、リストがアップされていたので、後で表示したいと思います。はい。まあ、こんな感じでね、昨日もスケジュール機能を使いました。スケジュール機能を使うとね、2つの天体を一晩に撮影ができるし、 二つ以上どころかね、いくつでも撮影ができるし、まあ、撮影だけじゃなくてね、電子看望的に何時から何時までどの天体見たいよというふうにね、看望用にスケジューリングすることもできるようですね。まあ、ですから、どこかの看望会に行った時に、何時から何時まで一番見ごろな星雲とかね、天体をあらかじめ予定入れといて、でその時間になるとちゃんとね、そこに ドワンフスリーが向いてくれてその観望会に合わせた形で何時から何星雲が見れますよというふうに指定できちゃうっていうのも面白いかもしれませんね。まあ、スケジューリングを組んでねであらかじめね何時ごろにどの天体が一番ね見ごろを迎えるかっていうのをあらかじめ調べておいてそういうスケジューリングをしてみんなでね天体を次々に楽しんでいくという方法もあるかもしれませんね。 皆さんもね、官房会用のスケジューリングと、それから撮影用のスケジューリングをうまく使い分けてやってみてはいかがでしょうか。はい、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。えいっ、えいっ。